すごい、ね、2本バレルがあるという。めちゃこんなにたまに同時に2発出るんですか。出ます。インズハウス、インズハウス、インズハウス、よしお Vlog です。こんばんは。本日はまあ秋葉原でちょっと用事があって来たんですけれども、僕のあのグループのですねマッキーさん、はいはい、よろしくお願いいたします。でマッキーさんは本日サバ系帰りなんですね。ちょっと無理言って今ちょっと格好してもらったんですけれども、今日ちょっと大事なお話があって、マッキーさん実はですね手動かないんですよね、はい、右手が動かない、はい、右手が動かなくて左手だけでサバゲーしてらっしゃるんですよ。ただ本日は、まあ、サバゲーの中で最近 DM が多いのが、ちょっと障害持ってる方とかが DM 来るんです、はい、で、サバゲーというか、まあ、銃に対する例えばこういう武器とか銃とか、はい、エアガンとかにすごい興味を持つんだけども、フィールドに行くのってやっぱり普通の人たちでも、はい、ちょっとこれ言葉のあれがあるんで申し訳ないんですけれども、例えばちょっと体に不自由があってもサバゲーやりたいって方がいっぱいたくさんいらっしゃって、はい、そんな方でも勇気を持って、まあ、普通に家で打つだけでも楽しいじゃないですか。そうですね、でももちろんそれがフィールドに行って遊ぶことによってすごいやっぱり良い運動にもなるし、なります。でみんなとこう普段だってここが会うことなんてほとんどないじゃないですか。そうですね、だけどこういうサバゲーっていう共通の趣味を通じて仲良くなれるってことはすごい良いことだと思うんで、はい、そんな方のために今日マッキーさんがやっぱりこう自分のスタイル、はい、それをちょっと見せてほしくて、はい、で一応サバゲー帰りなんで車の中も簡単にちょっと映させていただきたい。どうぞ、はい、この武器何これ。 DT4 ですね。 DT4、 はい、M4 のダブルバレル、すごい、ね、2本バレルがあるという。めちゃこんなにたまに同時に2発出るんですか。出ます。すごい、まあ、AA12 みたいな感じ、うん、2発ずつドンドン。一体今日は何丁持ってったんですか。10丁ぐらい。10丁ぐらい弾丸ポーチもあるって やばいことになります。いや銃持ちですね、すごいですね。これがハイキャパハイスピードってやつらしいんですけども、こういうこと。はい、その部分だけがリコイルするので、うんうん、はい、速い。あ、なるほどですね。そう、全部がリコイルしないから、その前の後ろの部分だけがリコイルするので。あ、分かった、ここだ。そうです、そうです。あ、かっこいい。これのノーマルってやつですか。これいじったんですか。これは中華製ですけども、うん、いじるメーカーがあって、その、うん、チューニングしたものを売ってるショップで買いました。あー、すげえ、こんなのがあるんですね、はい、後ろだけ動く。そうです、わかりました、はい、はい。で一応今日はまあ今日装備つけてらっしゃるんですけど、はい、まあ、プレキャリをつけて、でプレキャリから伸びるこのワン1ポイントスリングっていうんですか。そう、ワンポイントスリング、ね、ワンポイントスリングに、ワイルドホック、はい、 G&G ワイルドホックをつけていて、やっぱりこの左手だけで銃を構える感じっていうのが、はい、やっぱりこう難しい方もいらっしゃるんですけども、ちょっといいですか、構えてみてもらって。はい、はい、ではこんな感じです。はい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 、左手でここで釣った状態でやるってことですよね。そうです。でもちろん3点になるわけですね。あ、なるほどね。1、2、3。はい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 、はい、そうすると割と楽に構えられると。ああ、すごくいい。でこの状態でもちろんマガジンも多弾を使ってると思いきや、一応リロードもちゃんとされてると。140連です。どんな感じで。こちらで、はい、出しますよね。抜きますよね。はい、マガジンを抜く、はい、抜く、入れる。で通常はダンプポーチにぶち込む、ぶち込む、はい、でもそれでリロードするときは、はい、抜いて、はい、ここに入れる、刺す、はい、それでもう一回打つと。ああ、わかりました。ちなみにマッキーさんは、はい、サバゲー歴って結構長いんですか。20年ぐらい。20年。はい。で、健常者の時からやってます。で、まあ車の事故というか、はい、でなってしまう、バイクの事故でなってしまって、はい、怪我をしたわけじゃないですか。はい、でもやっぱり最初あれですか、やっぱりできなくなっちゃったわけじゃないですか。そうですね。すごく、まあ、できないと思ってました。悩みましたよね。悩みました。でいつ頃からどんくらいで復活したんですか、そのダメになって。いや、入院中にサバゲーの友達が押し寄せまして、はい、それでもう一回やろうと、あ、やっぱり言ってくれまして、持つべきものは仲間 で、 そこに来るで誘い合って一緒に行くっていう形で、はい、で今回僕のグループ入ってくれたじゃないですか、はい、
で、どういうきっかけだったんですか、のぶきも。そうですね、あの YouTube を拝見して、はい、あ、面白そうだなっていうことで、コンタクトを取って、ありがとうございます。それでグループに入れていただいた。ちなみに、どうですか、僕の仲間たちは。いや、あ、我々の仲間たちと似てますね。本当ですか。雰囲気が、こう、ほんわかしてて、こう、温かい感じが似てます。はい、それをちょっと、まあ、求めながら、ただ、まあ、一応ルールとマナーも守りながら楽しくいくっていうことで、で、やっぱりマキシさんなんかフィールドでこう知り合いいっぱいいらっしゃるじゃないですか。まあ、それなりに。それなりに、はい、で、僕らなんかもいないんで、はい、そのやっぱりこう DM で来る人って、僕に直接連絡来る人って、はい、僕自身が本当に初心者なんでそこまで分かんないんですけれども、ええ、こんな感じでもできるんですかとか、そんな感じの質問が多いんですよ、はい、でその時にもしマッキーさんが良ければこれから先その DM 流して、ええ、相談乗ってあげてほしいんですよね。ああ、もう大歓迎です。でこの間も一応一人、その方はあの体の不自由ではなく、はい、ちょっとまあ心臓とかそういうものがあって、うんうん、だけどサバゲー今までその家の中でお座敷フィールドでやってるんだけども、このグループってまあ買い物行ったりとか、はい、例えばあのどっかに行ったりとかっていうこともあるんで、そこに仲間に入りたいっていう形だったんですけども、あの家族の方に反対されてしまった。あ、残念です、うん、ただまあ僕が言いたいのはやっぱりこれってサバゲーってもう家族がいてさ、僕もそういう状態だったら身内に反対されることもあると思うんですよ。そうですね、ただそんな反対されることもそのうちもっともっとこのサバゲーっていうものが世の中に出ていけば、その反対っていうものも危険じゃない。そうですね、スポーツとして楽しいとして、あの認めてもらえるところが来ると思うんで、その時はみんなで仲良くですね。そうですね、うん、なかなか全然知らない人のところの中にいきなり入ってく、やっぱりこう、うん、体にちょっと不自由があったりしてできない人も、全然知らないところに行くよりも仲間内で、はい、身内で貸し切ったりしてやることによって、そのまずは取っかかりがあるじゃないですか。もちろんそういうのも作っていきたいと思うんで、これからもよろしくお願いいたします。ちなみにマキさん、あの僕銃とか全然わかんないんで、はい、いろいろこれから先教えてくださいね。かしこまりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではこんな感じで本日は、まあ、サバゲーに対する気持ちっていうもので、マキさんは今日あの僕がお頼みして出てくれたんですけれども、やっぱり YouTube の前でいろいろな、まあ、悩みがある方でもサバゲーやりたくてもできないっていう方、どしどしあの相談していただければ、僕もあのマッキーさんもですね、はいはい、親身になってお話できると思うんで、よろしくお願いいたします。それではこのチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 I'll be back。Oh yeah.